ヘルマン・ギースラーは、ドイツの建築家、政治家。1898年8月2日に、ドイツ帝国両方プロイゼン王国ベストファー州、ジーゲンに生まれる。建築家一家の出身であり、兄にミュンヘン・オーバー・バイエルン大韓区指導者となったパウル・ギースラーがいる。第一次世界大戦に出征し、戦後の1931年10月1日に、 国家社会主義ドイツ労働者等に入党。同時に突撃隊にも入隊した。またミュンヘンでのヒトラーの会食仲間の一人でもあった。ギースラーが設計したゾントホーフェンのオルデンスブルク1938年1月30日のバイマール建築大学の教授となり、第三帝国の建築における重要な地位に就いた。またオルデンスブルクゾントホーフェンなどいくつかの当建築物を手掛けている。 1938年12月21日、ナチス発祥の地である、東雲同士とミュンヘンの都市改造を担当する、東雲同士と建設総監に任命された。これは、前任者である、ヘルマン・アルカーの解任と連動したものであった。ギースラーの組織は、ミュンヘン氏の都市計画機関とは、関係を持たない、ヒトラー直属の組織であり、ベルリン建設総監のシュペーアの組織と極めてる維持、 下三つのセクションで構成されていた。唯一異なる点は、最大のモニュメントとなる、ミュンヘン中央駅デザインのための中央駅設計事務局が、パウル・ボナッツの管理下でこの組織に組み込まれていることで、あった。またギースラーは、相当例によって、ベルリン建設総監に等しい権限を与えられて、いたが、ギースラーの計画案がヒトラーによって指示されている。 設計と食い違いを生じた場合にはギースラーはヒトラーの了解を得なくてはならないという条件を計画委託の際に与えられており計画の主導権は依然としてヒトラーにあったまたベルリン建設総監であるシュペアとは犬猿の中であり何もコンタクトはなかった1939年にはバイエルン及びオストマルク建設前権委任者に任命される1940年秋頃に ヒトラーから、リンツ氏改造のための全国建設監督官である、ローデリヒフィックの補佐につけられるが、やがて権限をめぐって、フィックと争うことになった。これには、オーバードナウ帝国大管区指導者、アウグスト・アイングルーバーも一役買っていた。最終的にはギースラーが、すべての記念建造物の建築を任され、終戦まで、その設計に取り組んだ。 ギースラーはたびたびベルクホーフや各地の総統大本営を訪ね、リンツ都市改造の設計図や部分模型の説明をし、時には何週間にもわたることがあったという。1941年12月に、東都機関、ギースラー建設隊司令官に任命され、1942年には、東都機関北ロシア動員分隊司令官となる。1943年8月4日より、 選挙区参加選出のドイツ国会議員となる。1944年からは、東都機関ドイツ第6動員分隊の指導者へ任命される。戦争期間中、ギースラーとアルベルト・シュペイヤの間には、建築様式についての対立が存在していた。1944年9月には、天才名簿にその名を連ね、最も重要な芸術家の一人に選ばれた。百四十五年に、 セルアム勢でアメリカ軍により逮捕され、ダッハウへと抑留される。1947年にアメリカ軍の軍事法廷により、ダッハウ外部収容所のミュールドルフ強制収容所における戦争犯罪で起訴される。終身刑を宣告されたが、1951年10月にランツベルク刑務所より釈放された。 1977年にカイコロ録のもう一人のヒトラーを出版している。またギースラーは最後までヒトラーの信奉者であることを標榜していた。1987年1月20日にデュッセルドルフで死去した。出展。ありがとうございます。